はい、今日のナンクル旅トークお送りします。今週も始まりました。6月23日水曜日、嘘です、木曜日です。異例の日ですね。皆さん黙祷しましたか？すいません、自分はちょっと熟睡お夢の中で黙祷してました。すいません。はい、起きて1分間目閉じて黙祷しました。ちょっと時差ということで、すごい天気ですね。梅雨明けてもう夏真っ盛りっていう感じで、ですね、先週話したんですけれども、今週ですね、パキスタンの方から中国のお話をするって話だったんですけれどもですね、今日ですね、すごい素敵な特別ゲストが来てますので、今日はちょっと予定を変更してそのゲストさんのお話を聞きたいと思います。じゃあこれから30分間ですね、お付き合いください。見つけた。超グダグダ。責任ごめんね。緩い感じが面白いと思います。ですね、今日追加する見てる人です。今日ですね、スペシャルゲストしてますね。この後紹介するんですけど、もうすごいフォトグラファー、フォトグラファーです。進化。はい。ヌードの方。ヌードはまだ。ヌードまだ。はい、今日のナンクル旅トークをお送りしております。すみません、ちょっと今日提供のご紹介忘れました。この今日のナンクル旅トークですね、有限会社ですね、やったぜ沖さんの沖さんの提供でお送りしたいと思います。すみません、ちょっと提供言うの忘れてました。すみません。ということで、神々なんですけれども、ですね、今日ですね、スペシャルゲストが来てくださってますとですね、本場ですね、アメリカのニューヨーク大都市ですね、ニューヨーカーが認めたフォトグラファー写真家のですね、国吉時雄さんです。国吉時雄さん、どうぞ。どうも、おはようございます。国吉時雄と申します。ですね、今日何で来たかというと、一昨日ですね、お店にですね、常連客のですね、サーヤが連れてと一緒に来てて、で話を聞くとですね、すごいんですよ、ニューヨークですよ、ニューヨークですよ、もう何ではないんですけど、そこで写真家としてですね、もう働いているということで、ちょっと軽く自己紹介を、じゃあ時雄さんにお願いしてもらいます。はい、どうも、ニューヨークで写真家をしている国吉時雄と申します。出身は沖縄の那覇市で、21までは沖縄にいて、でそれからアメリカに移って今14年ぐらいになります。で最初はサンフランシスコで4年間写真を勉強して、でその後ニューヨークに移って、仕事するためにニューヨークに移って、もうニューヨーク生活は10年ぐらいになりますね。すごいですね。はい、すごいです。まずはもうあれですか、写真家っていうか、それになるのはもう夢だったって感じですか？いや、全然考えてなくて、はい、最初はとりあえず半年ぐらい語学留学しようって思ってアメリカ行って、はい、そしたらアメリカは面白いって。おお、確かに全く違いますからね、規模が。半年の予定が14年になってます。ですね、ちょっといろいろあるんですけど、例えばですね、アメリカ住むとなるとですね、やっぱビザっていうのが必要なんですよ。はい、で、多分初めは学生ビザで行かれたと思うんですけど。そうですね、学生ビザでした。で、今写真家として働いてるってことは、なんかワークビザか何か。僕が今持ってるのはアーティストビザっていうビザで。あ、はい。なんか何かしらの特殊能力があれば、はい、もらえるビザで、なんか最初それ、はい、自分のポートフォリオを作品とかをアメリカの移民局に送って、はい、で移民局から OK が出たら、今度アメリカ以外の国で面接、例えば日本だったり、あ、第三国で、そうですね、第三国で面接して、でそれで OK が出たら初めてもらえるビザですね。はあ、ということはこの誰でも送ってもいいではなくて、この心を、その面接ですよね、なんかそうですね、認められないと、移民局に認められないと降りないという、そうですね、すごいですね。いやいやいや、
写真の勉強をして。そう、はあ、例えばこの写真っていうのはどういう写真が多いんですか、はい、例えば風景とか。僕が一番得意としてるのはファインアート系の写真で、それはギャラリーとかに飾ったりするようなアート写真なんですけど、はい、仕事として主な収入として受けてるのはファッションフォトだったりポートレートだったり、あの雑誌とか載ってるような。そうですね、雑誌だったりとか、はい。このアートの方っていうのはもうなんか自由な感じですか、例えばなんか印象派的な感じとか。あ、もう結構自由でいろんなパターンがありますね。でそれでいろんなインターナショナルのコンペティションとかに送って、はい、でなんか賞とかもらって実績を積んでいく感じですね、そのアート系では。これでもうアメリカに渡って14年ですね。そうですね、いつの間にか。 すごいですよ14年アメリカに。もうじゃあもうイングリッシュはもうまあ、しゃべれますよ。イングリッシュで。イングリッシュしゃべれます。ああ、すごい。もう、あのですね、自分、たまたま2日前に来たときに、はい、ね、フランス人のよく来るお客さん来てて、うんうんうん、普通に、ね、英語で話したから、自分の場合はちょっとあれなんですよ、ちょっと2割英語、8割ジェスチャーなんですけど、もうほぼなんか話し込んでたから、あ、やっぱ、でもちょっと、酔っ払って覚えてない。あ、でも最後ちょっと寝てたんだけど、フランスに来てたっけ。来てたよ、話してよ、結構盛り上がってたのに1時間ぐらいずっと飲んでたから覚えてないんだ。あ、すごい。でも本当にすごい、もうペラペラで話してて、でもすごいさ、単身で渡ってですよね。そうですね、はい、自分の場合は旅行とかはしてたんですけど、はい、旅行で行くのとやっぱ住むとなるとまた全く違うと思って。ああ、そうですね、結構いろんなハードルはありますね。ですよね、なんか他の国で生活していくっていうのは。そうですね、うん、でまたこのアーティストビザっていうのも、はい、なんか期限、なんか切り替えとかもあるんです。あ、そうですね、最初の1回目は3年出て、はい、でその後更新していくときは1年更新なんですよ。あ、じゃあこれはもうすぐパッと更新できる感じです。いや、毎年移民局にポートフォリオを送ってですか。あ、また毎同じように毎回同じことをして。じゃあこの実績、どういうのやりましたっていう実績を送って。はい、ということはじゃあ例えばこの実績がないと例えば降りない場合もある。あ、そうですね、それで結構落とされて日本に帰っていく人多いですね。はあ、シビアですね。シビアですね。その中で14年すごくないですか。いや、14 years ですよ。まあまあまあ、ちょっとね、今日なんかちょっと頑張って英語使ってみようかなと思って、もう片言で言ってるけど、すごい続けるっていうのはすごいな。しかもニューヨークで在住で、結構コンペティティブってなんて言うんだ、あ、ニューヨークはすごい競争社会だから、もう本当世界中からライバルが集まってくるみたいな。そう、世界代表みたいなもんですよね、ある意味。で、なんか個展もやったりとかもやります、やります、やってます、はい、じゃあ、TOKIO国吉古典。古典が今出てこなかった。あの古典みたいな。エキシビジョン、さすが、エキシビジョンね。をやったり、ニューヨークで。ニューヨークでもやったり、シアトルでもやったりするし、とちょうど2週間前は日本なんですけど、兵庫県立美術館で展示してました。はい、じゃあ日本でもやったりして凱旋帰国ですね、はい、そうです。沖縄ではやる予定とかは。やりたいですね、ちょうど今沖縄県立美術館の方からちょっとお声かかってて、はい、次の世界一覧地大会の時に何かやりませんかって話が進みそうな感じです。いいですね、世界。今ちょっとゴッホ展してるんで、じゃあゴッホ展なんかルノワール展とかやってますよね。やってますね。じゃあその後に国を展がやる。国を展がやる。時を展がやるんですか。もしかしたら。というか、ちょっと話出たんですけれども、内南市大会、そう、今年のですね、10月の末にやるんですけど、こちらにもじゃあ参加。はい、参加します。じゃあそれまではじゃあ沖縄にとく感じです。もう7月の頭にニューヨーク戻るんで、はい、でまた10月末ぐらいに帰ってきます。あ、すごい、はい、じゃあそこでじゃあこのもしかしたらこの、芸術、あ、写真展的な的な感じ、もしかしたら TOKIO国吉フォトエキシビジョン、フォトエキシビジョン、はい、すごい忘れてる。じゃあこれが行われる予定ってことで、沖縄行われる可能性がある、可能性がある。あ、でもなんか聞いたらこのなんかCM、オリオンビールの
CM で、そうですね、最近なんかオリオンがニューヨーク編みたいなやつやってて、あの具志堅用高さんがこうなんかあのタイムズスクエア前でこうシャドウをやってるやつですね。そうです、あ、それにも出てる。それもまあ 2.5 秒ぐらいですけど、お、名前好きで出てます、ね、おお、はい、世界で活躍するうちなんちゅってことで、そういうノリですごいですねなんかあのやっぱ身近にいいですね、こういうやっぱ頑張ってる人見るとちょっともっと頑張らんとなって思って、いやいやいや、すごい、いや、ということでちょっとですね、まあ、ちょっと話しすぎたので、うん、ちょっと、まあ、1曲ちょっと曲を入れて少し、はいはい、まあ、落ち着こうかなと思います。はい、今週もですねちょっと、プラチナジャズですね、まあ、北欧のバンドなんですけれども、日本のアニメソングをジャズにアレンジしてるバンドですね。この曲をお送りしたいと思います。セーラームーンですね、お願いします。はい、プラチナジャズのセーラームーンですね、お送りしました。すごいですね、まさかの男性が歌って最後なんかのなんかグオーみたいな、もう崩しすぎですね。でもやりすぎがちょうどいいって感じで、はい、ということでお送りしました。
そうで次ですね、ニューヨークのちょっと、はい、まあ、あるあるというか、昔ですね自分も一度行ったことありまして、はい、初めての旅行がニューヨークで、はい、そこでちょっとなんかあの締め太鼓持って行って、うんうん、バッテリーパークってあの、はいはい、あの自由の女神に行くフェリーですね、あそこで一人であの踊って、はい、なんかお金もらったみたいな。いやーデージかっこいいですね。ちょっと やっちゃったんですけど、ちょっとそうニューヨークですね、なんかまあ、今の現状とか、なんかちょっとあるあるとかあったら聞かせてもらいたいなと思って、はい、あるあるか、そうですね、あのアメリカだと一般的に学生ビザだと、はい、あのどういう仕事でもできないんですけど、はい、なんかニューヨークに来てる学生ビザの人たちは結構イリーガルだけど、はい、働いて、あ、生活費をなんとか工面しながら常になんか自分の夢をニューヨークで追いかけ続けてるって人が結構いるんで、もし、はい、リスナーの方でも金がないから無理だわとか思わないで、とりあえず飛び込んでそこでどうにか生活費を工面する方法もあるんで、なんかビビらないで行ってみることが大切かもしれないですね。あ、まずはもうずっと不安でなんかやらないでいるよりも、まあ、まずはやってみて。そうですね。で、うん、あの昔サンフランシスコ住んでた時はなんか学生がバイトするなんてあんまないよって感じだったんですけど、はい、ニューヨークだったらもうそれが当たり前って感じになっちゃってて、あ、じゃあ結構皆さん、まあ、まあイリーガルでちょっと働いてる感じですか。そうですね、運が悪ければまあまあ見つかったら強制送還になっちゃいますけど、あ、なるほど、ほぼいないですね。まあ、うん、結構ニューヨークも、まあ、すごい忙しいところだからもう働き気も欲しいし、そうですね、そういうやってると多分飲食店とかそういうところもやっていけないのかなって感じですね。はい、そうですね。でもなんか人気店とかで働くとウェイターしてても1日3万円とかもらえたりする。あ、チップとか。チップとかで3万円ですか。そういうお店もあったりするから、あ、でも逆に、はい、それで稼ぎがいいから、はい、本来例えば音楽しに来たとかダンスしに来たって人とかが、はい、もうウェイターのギャラがいいからウェイターでいいやってなっちゃってるパターンもニューヨークあるあるですね。ニューヨーク、なるほどね、はい、本当ちょっと目指してきたのに別のこの生活費稼ぐのがすごく良いから、うん、もうこれでいいやみたいな。そうですね、そうそうですね。まあまあこれもまたその人のなんかまあ人生というか、まあまあそうですね、いろいろありますね、うんうん、なんかあのちょっと例えばまた失敗談とかなんかあれば。失敗談、まあ14人いればなんかいろいろ。あの僕、すごいお酒を飲むのが好きなんですけど。あ、もうそうですね、一昨日ももういい感じで潰れてましたね。まあうちのアンチだから飲まんといけんやつだ。まあそうそうですね、まあ、そうだよね。でそれでなんか酔っ払いすぎて、はい、ニューヨークの地下鉄の線路に落ちて。はっ、地下鉄です、線路。そうです。で顔から大流血して。え、っていうかその時は電車は地下鉄、電車は運よく来なかったんですよ。顔から落ちて。顔から落ちました。ええー、で、まあ、あの意識もなくて気づいたら病院のベッドで。あ、じゃああっちで誰かが助けてくれて。そうですね。あ、もう記憶なく。記憶ないですね、病院のベッドの上。はい、やっぱもうちょっと よかったですね。そうです、今早く死んだかもしれない。多分あの 先祖がね、多分ね、ひいおじいちゃんひいおばちゃんがちょっと多分やってくれてると思うけど、はい、でこの話なんですけど、あの自分の携帯の写真見たら、はいはい、無意識ながら、はい、自分が怪我してる姿とかを自撮りしてるんですよね。あの気がついたらベッド上だったけど、その途中で撮ってる。その途中で撮ってる。自撮りで。で助けてくれる人とかもちゃんと撮ってて。え、じゃあ後日その人にお礼とか。あ、そういうのはもう誰かわかんないですけど、まあでもとりあえず、まあ、フォトグラファーなんだな。フォトグラファー、そうね、すごいね、うん、どういう状況でも、まあ、記念撮影ではないけど、なんかそうやって撮ってたね。あ、でも記念撮影もしてたんですよ。面白いことに。その辺にいた人たちと、すごい。で怪我したままピースしてる写真。しかもニューヨークで。ニューヨークの近くで。午前4時ぐらいですか。午前4時、はい、結構ニューヨークってあの治安も悪いから、そこで酔い潰れるってもちょっと想像できないんですけど、怖くて。まあでもなんとかなりますよ。まあ住めば都みたいな感じですか。ナンクルナイサー。ああ、なんね、ナンクルナイサーだね、本当に。すごいね。いやー、ちょっと
なかなかちょっと面白い話聞けて。そうです。その時沖縄市の有名な B から始まる3人組のバンドの人たちも一緒に行動してて。一緒だったんですか？あ、 B から始まって N、はい、N で終わる。あのオリオンビールで乾杯するのが大好きな。一緒だったんですか？その人たちと飲んだ後、はい、で一人で電車で帰ろうとして。帰りじゃ、はい、じゃあその後じゃあその B で始まって N で終わる方とかは連絡は翌日全然連絡つけなくて、はい、すごい心配をかけてしまったなっていう。すごいびっくりしたんじゃない多分ね。どうした？時をどうしたみたいな、はい、でもまあその夜、あ、ちなみに左手も折れてたんですけど、はあ左手つって顔も包帯ぐるぐるですいません謝りに対して、心配かけました。でも逆にまた見たら余計心配するよね。そうです何やったみたいな何したみたいな、でもまあまあ、今はね無事に今いるっていうのが、はい、よかったです。ちょっと怖いね。ちょっとあんまり飲みすぎ気をつけた方がいいね。そうですね。まあでも久しぶりに多分ね、はい、きたね、なんか飲むとか、例えばね B で始まって N が終わる人の中で一緒に飲むって言ったら多分潰れるよね。潰れますね。楽しくてね憧れのねアーティストだからね。そうですね。もうなんだそうそうなりそうな感じで、そうなんかいろいろ言ってるんですけど、すごいな。じゃあもうこの後じゃあ7月に行った。そうですね。沖縄は7月4日に出て東京に1週間いて、はい、でニューヨークに戻ります。で、まあ、また10月の、はい、10月末に、はい、まだチケット取ってないですけど。ああ、じゃあまた帰ってきた時にまた、あ、ぜひぜひもし出てくれればありがたいなと思って。ニューヨークの沖縄県人会の副会長もしてるんですよ。そうなんですか？だからすごい。だからうちの自治体からもう絶対帰ってこないといけない。ああ、ちょっとぜひまたその時に来てもらえたらありがたいなと思うんで、ぜひぜひ。はい、こんな僕でよければ。いやいや、もう超楽しい話なんで。じゃあちょっとですね、最後になんかちょっと宣伝 PR というかなんかあればよろしくお願いします。せっかくなんで聞いてもらってる方に僕がどういう写真撮ってるかとかを見てもらいたいんで、あ、はい、名前を TOKIO 国吉で Google とかで検索したらホームページに見れるんで、はい、TOKIO 国吉ってアルファベットで入れないとダメですけど、はい、TOKIO スペース、はい、で国吉ですね。 KUNIYOSHI ですね、はいはい、でググればホームページが一番上に出るはずなんで見てみてください。あ、ぜひ興味ね、あ、見てみたいなっていう感じなね思った人はぜひググってみてください。ぜひ。ということで早いですね、もうちょっと終わってしまいます。はい、じゃあちょっとですね、またこれから東京、そうですね、ニューヨーク行ってまた頑張って、また10月ですね、もし帰ってきたらまたよろしくお願いします。はいはい、ぜひぜひ。楽しいです。あ、どうもありがとうございます。すいません、もうごめんなさい、ちょっとうちもカミカミばっかりで。ということで今日のナンクル旅トークですね、お送りしました。この番組はやったぜ沖さんの提供でお送りしました。最後はですね、プラチナジャズのアクエリオン漫画ですね、これの主題歌を聞きながらお別れです。どうもありがとうございました。また来週。来週イエーイ。またうちの中継で。はい。バーイ。
やって、あの喋ってる話喋ってる話、あ、自分撮りましょうか。愛してるって言うんですね。愛してるいいね、すごい、ありがとうございます。いいね、やってましたよ。やってね、やってね、やってね。でもいいね、ニューヨーク。本当はちょっとラジオで話せないこともね、あるよね。遊びに来てくださいよ。ねえ、遊び行くー。